カインズ行ったけど。おはようございます、こんにちは、こんばんは。いつ見てるかわからないから、とりあえず挨拶全部言っときます。はい、さい。いや、ちょっと目が痛いな。よいしょ。暑いですね。ちょっとさっき雲が多かったから、もうちょっと涼しくなるかなと思ったら、太陽が出てきたら暑くなりますね。暑い暑い。学校は始まったからちょっとは落ち着いた感じなのかな、周りがね。の割にはジャッジ宿題はできてないんですけど、この工事がなかなか終わらないよね、毎回思っても。あとは白装リッチタコスがどうなるかだね。だったらあれかな、なんだっけ、ポストコイ空いてるかな。そんなことないか、さすがにそんなことはないか。駐車場だから、あの人どこに、うん、この人どこに行ってもらうんですよ。あんた面白いお姉さん邪魔だけど、どこでこっちにも、うん、僕に動けどこに行くの。でもおかしいね、女よ、女、若い。
買いに行きそうになるし、うん、なんて前から行けん、前から行けるんじゃない、もうね、痛いの治ってるから、今日注射しなかった、先生が注射しますかって言ったから、うん、もう大丈夫ですよとか、じゃあ次2日におるよって、本当にもう大丈夫かね、だから2日に行ったら分かる奥さん、で薬だけ、飲み薬だけもらった1週間も、サインやるとどこに行くのか分からないし、はいね、今年ハゴさんや、ハゴさんやってた、じゃあもうどうする、ミシェルさんへ行ってんの、何しに、ご飯食べる、昼ご飯あっちに、あっちが行ってもらったんだ、半前か、西原さん家だったらあっちじゃない、あっちでいい、今後ほぼさ、かわいいのつけてるねとか、あの西原さんへ行ったのとか、うん、あの子の人カツラかぶって人形描いて、あの人がつけてる洋服ね、うん、力でいい洋服よってとか、高いよねとか、だからね、ハガキが来た時に、あれ西原の商品なのって言ってさ、うんって西原の商品とか10%とか20%とか、その時に買ったらいいですよってその時じゃなくてもハガキだったら10%か20%になるさね、え、いけないの、あ、違うさ、もう話聞いてた、あ、いや、もうもう一つから右行け、いけるかね、いけない、私が雪子に電話したからさ、あれ持ってくるねってとか、ポールに今いるって、2時か3時頃だったらお家いるよって言うわけさ、今日どっか行くって言ったさ、だからさ、あれ6時さね、だからもういかんさ、じゃあね、行けんかったらね、明日持ってくるさって言って、怖いさ、じゃあどうするの、なんかあんな言ったから、また膝の肩痛いみたいさ、だから やりなさいって言ってるの、何注射ね、注射あんまりやったらさ、筋肉注射やったらね、骨がボロボロになるって先生が、じゃあ痛いって言わんでよ、あ、薬はもらった、痛み止めの、痛いって言ったら僕知らんから、それもらったら大丈夫さ、だって昨日からあんまり痛くないの、もう でも先生がねこれ何がありますからね、だから次は2週間後3週間後さ、長くて様子見ましょうねって言うの、うん、マッサージもよい、もう今日はちょっとの長かった、あと いるよ私ね、さやさやもあるの、要するに私の硬くないからあんまり、それでも30分かこのこのこのやってるわけ、20分かね、前田パーキング入れますって、なんでこれ駐車場になってた前田パーキング、あるんじゃないの、マーキングのパーキングなすね、あ、ちょっと駐車場ないさもない、だからさ、あれなんかお家も前はみんな駐車場さ、でも入りづらいんだよねこれね、これは柱もあるしやね、こっちから、あ、あ、今ちょうどなってるさ、入りやすいようになってるさ、いい、あっちで西原さんへでいい、どこがいい、あんたは寝ていたい、寝ていた、じゃあ眠っとくか、帰ろ、じゃあ西原さんへ行って、まだあと早いんじゃない、早いです、でどうするの、だから行くっていう人がいるから行く、次どこ行くんだ、じゃあケンタッキーで あのチキンのハンバーガー買ってからお家で食べろ、でも行けます、何がいい、西原さんへでいい、いいねって言ったら、ほんと運転手に聞かんって大変さ、運転手はお家帰れないって、じゃあ帰るね、お家、いや、もうここまで来てる、こっちから U ターンできるさ、いや、なんで、じゃあ西
車屋さんへ行ってから。ガブ食堂っていうのもあるよ。ガブ食堂にあるさ、あのから。よく行くんですよ。なんか、蕎麦屋があるでしょ、おいしいさ。キーキー屋さんによく蕎麦屋って言ったさ。あめになるでしょ。そう。趣味向けって。カインズのカード持っていったのに。一回ムツケラさんからポイントたまらんさ。持ってるの？持ってってさ、昔作らせても何年か前に。でもないんじゃん。あんたもうつけない。いいよいいよ、そうからもう私もつけない。じゃあいいかな。あった方がの、なんかほら、ポイントがちょっとたまって何かもらえるかなみたいになってたの。まあ、そんなにポイントで還元できるほど言ってないさ。だからさ、どうせポイントで買うんでしょ。作るんでしょ、ポイント。マッサージをよ、マッサージしながらよ、仰向けにしてた。あれぐらいの硬いベッドはいいね、やっぱり。マスクのベッド寝やすいでしょ。寝やすい。私あれ、ああもう2時間かマッサージやけて寝よった。怖い。寝といたね。あと大変さ、私入り企画のになってみんなが周りにびっくりするよ。いやいや大丈夫。いやいや、誰も入り企画者いないよ。でうちがマッサージしてたからさ、隣のおじさんもよ、待ってるからやってるわけさ。でこの人がさ、あの大谷の話するわけよ。でおじいだろうさ。じゃこの人がね、あんたはね、あの自分たち患者のね、あの筋肉を触ってどう思いますかって言うけよ。これ言ったかさ、うちおかしくなって来たし、てか笑ってしまったわけさ。でも私マッサージしてやろうって、あれあの人は若い男だからさ、人間って面白いですよね。人のマス筋肉触ってどこが凝ってるとかあんなのね、研究してるんじゃない、する時もあるみたいじらして言うわけさ。あ、こっち帰ってたらこっち凝ってるなとか、あれだなとか、
地が全然木じゃないわけよ。ベッドが2メートルぐらい離れてるけど、でもね、あの人たちね、大谷翔平とかね、日ハムにいる時ね、7、8年ぐらい前にね、名古屋に行った時、あの人がね、目の前から通ってたけど、サインするね、あれとかね、あれ何も持ってなかったから、サインもできなかったさ、あの時に携帯でもさ、ほら、このパチパチして写真撮るんだったらね、写真撮るよったのに、あの時、この携帯じゃないさ、あの時じゃなかったよね、スマホだった。スマホだったような気するんだけど、でも初めてからほらそんなに持ってない人が多い時代さ、うちも携帯は持ってるけどスマホのこの写真撮るのっていうのは持ってないさ。あの時今頃だったらしさね、あの野球選手ともえこの世界のね一緒にねってかね、はい写真写真写真って撮れよったのにねって思いよったさ、撮れんかったよってあんな話はしてきたから。でもねこの人撮っててもね、あのこのサインボールとかやってもね、この人が死んだら意味あるはずよ。持ってても意味はない。でもね、あの時にサインもらってたら、この人が有名になる前のサインだよって言ったら有名じゃね。日本ハムって書いてあったら有名だ。だからね、日本ハムって書くさ。だけどさ、あの時に何も持ってないのに。あの時、普段持ってたよね、ちゃんとね。色紙とか。だからいつでも持っていった方がいいよ。100円で売ってるさ、ボールペンってあのね、カバンに入れていった方がいいみたいさ。余計に荷物で邪魔なんですね。一つぐらいはいいんじゃない？じゃあ持ってたらいいです。と思うけど、もう持ってないから。だからボールペンってあれ持っていった方がいい。それから入ってってかしら。今スマホで入って写真撮れるさね。あの監督もあんた写真写真写真って、あの監督も私とこの人肩組んでからさ、写真撮りがってたがってるのに誰もいないお店目の前に写真写真ヒートも写真撮るとあれもカメラ持ってないさね、あげちゃねだの思った写真撮れないさと思ってからさ、はい写真写真写真って、あの人もねはい写真写真写真って声出してるんだよねと、面白い人だよあの監督も。あの時は栗山監督新庄、新庄じゃない。栗山でしょだから。死んだ。あ、死んだ人。星野。ああ、星野。うん。星野監督は阪神じゃないの。何かで来ていた。阪神だよ。阪神で来たのかね。で、日ハムで来たんじゃないわけよ。違うよ。うん。来たんじゃなくてよ。とってもニコニコ笑ってからさ、あの気さくな人だったよ。星野監督ね。うん。なんであの人が死んだかねって思うぐらい。まあ、さ人は死ぬさ。いやー、だ若い人はまだ。なんで死んだかね。死ぬような病気だったんだはずね。そうさ。もう意味がわからんこと言わんでも。違うさ。疲れた。だって若い人はまだ。若いって言っても亡くなっても何歳ぐらいだ。60代。70。60、70は言ってないよ。そうだ。って言ってます。だったらうちゃんかと同じと私と同じ年ぐらいの人だよ、あの人。私より同じか、うん、年下か。監督やってる時からなんか病気がちであれさ、監督も辞めたさ。だけどいつもニコニコしていて、あの人。あ、そのニコニコと病気は関係ないです、うん、これ関係ないけど、でもね、人がね、よさそうな感じの人だった。でもあの人怒ったら怖かったですよ、ずっと。いやいや、これ怒るのは私見たことない。そうね、野球の時ずっと怒ってた。あ、野球の時は怒るかもしれんけどね。ベンチ蹴ってたさ。うん、ニコニコしてたさ。だからもうあのお客さんにはニコニコするんです。他はもうこの辺の JA にもあのあれがあるんじゃない？これはこの JA は違う JA。ああ、野菜とかあるかな？ない。金融機関の JA だな。扇風機持ってくの？セットさん。あるセント意味ないさ。意味ないことはないさ。使うだからカバンに入れてけばいい。いや、あの大きいのカバンはないよね。もっと大きいカバン持ったのか。このやってる間に夏は終わり。来年使うさ。来年になったら壊れてる。ふむつけて一回むつかむうちに壊れるね。壊れるときは壊れる。じゃあ誰かの誕生日にあげるよ。9月さ、あの、ゆず、誕生日だ、あ、ゆずじゃない、
ゆうか誕生日だからこれあげるかね。夏が終わるときに扇風機やってる。9月やったが、暑さん9月なのに。9月ね、15日敬老の日、ゆうかの誕生日。私ありきさん、あげればいいよ。9月2日はよ、チーズの誕生日。怖いそこなんて、こいつ何もあげんからあげんよ。ちゆずだけないの、小学生だった。もらった肉しゃぶしゃぶして食べてるよとか写真送ったらさ、あの、あげてさ、うちゃんがもしゃぶしゃぶやろうね、あれね、一つ残ってるさ。広々としてからさ、みんな悠々と買い物してたよ。
しばらくしだから会員制だから入れる人と入れない人もいる、うん、だからさしばらくしたら、うん、この手口が出た、これこれただ本当に儲かるかねーと思って、うん、なんかあれよね、私が儲けない、あれ誰が買うか、あんないっぱいちょこちょこは買えるけど、オケ何さ、なんてレストランとかさ、ああいう大きい、あの、あれがあったらみんな買って、あっちかさ、中にフードコートあるさ、フードコートが人気だよ、ただだからさ、ピザとかさ、あんなのあったでしょ、ピザとかホットドッグ、こういうのかな、うん、ホットドッグ、お好きな、おちゃんがもうフリーザーのホットドッグかの焼き屋だけ一丁で、ね、ホットドッグ入ってるの、うん、私が入れたら、ハンバーグも入れたら出てるから、肉団子もアグって書いてあるけどさ、アグやぎやほんとに、これホットドッグじゃなくて肉まんじゃなかった、肉まんもあるし、アグのあの肉団子もあった、うん、ちょっと足早いいし、そういう話インチキする人いるって、何か言ってない、人が見たらさ、ゆっくりゆっくり歩いてさ、であとさ、あの、これ、ね、みんなさ、あれやるって。息が空いてるな。空いてるさ、息が。息が空いてる、右空いてる。右向けるさ。私はぐちゃぐちゃするから。カバーやっとけばいいさ。ハンドルカバー。取ってくる後ろから、うん、